いつもラジオのように聞かせていただいてます。28歳女性既婚者です。現在、貯金4000万円弱と、リップをリアルタイムで300万円ほど所持しております。来年1月中に1000万円をリップに投資を見みようかなと思ってます。バカだなと自分でも思いながら、現状に満足ができてもない中で望んだ結婚できちゃうそうなんですが、リュッさんなら1000万円を何かに投資するのは何をすれますかこれはな質問ですみません。えっと、僕は仮想通貨に投資はしないですね。 あの結果として持ってしまった仮想通貨でそれなりに儲かってしまってはいるんですけどととははいいえ自分から買ったことはないですねああのまあそのまそ株とかであればその会社の一部を持つというのが株を買うという行為なので結果としてその会社がうまくいってる限りはそれなりのリターンがあるんですよね。であの仮想通貨みたいなのって上跳ねする儲かる可能性はあるんですけど。 じゃあマイナスになった場合どれくらいまで価格が下がるかっていうその最低価格で僕は結構考えるんですよね。なのでその,あの例えばじゃあ Google に投資しましたっていうのでじゃあ Google の会社の価値が半分になるかって言ったらまあ半分になるかもしれませんとただ10分の1になることはないよねみたいなのがあったりするのでなので投資というよりはそのいろいろな形態でその価値のあるものを持っていて減らないようにするっていう視点なんですよね。なのでそのじゃあ あのすげえ儲かってる会社があるからそこに全額した方が上振れはあるんですけど。 僕が考える投資って、あくまでその、じゃあ日本円だけに入れた場合って、日本自体がやばくなったらまずいよねと。なので、じゃあそのドルベースっていうのも持ってて、じゃあアメリカが、まあドルベースで全部アメリカドルにしちゃうと、アメリカやばくなったらまずいよねってなるので、じゃあそのアメリカとかヨーロッパとか日本とか、で、その、じゃあ IT 系だけだと IT 系が全滅するとまずいので、IT と全然関係ない業界とか飲食とかっていうのもバランスよく配置するっていうので、で、経済成長っていうのは基本的にはずっと上がり続けるんですよ。 ただ特定の会社とかだとなんかやらかしてその会社が潰れるみたいなのがあるので、なのでそのバランスよくいろんな業界いろんな会社に対して投資をすることで、そのなんか一箇所がボーンって下がったとしても、その経済的にそんなに困らないっていう状況にするという方が、割と僕,その僕はあのやりがちな投資なので、なのであの仮想通貨みたいなゼロになるかもしれませんみたいなやつにいっぱい貼るっていうのは僕はあまりやらないですね。